What's up YouTube の総司ミュージックです。はい、ということで本日は My Best Kicks のコーナーでございます。こちらのコーナーはゲストの方に出演していただきまして、まず1週目はゲストの方のスニーカーにハマったきっかけなどルーツなどのお話、2週目に関しましてはいよいよゲストの方の My Best Kicks、 お気に入りのスニーカーを紹介していただくコーナーです。はい、ということで本日はですねゲストの方の、自宅にお邪魔させていただいているんですけども、もう見るからにもうストリート感あふれる、まあ、自宅なんですけども、ターンテーブルがあったりレコードがあったりと、もう男ならむちゃくちゃテンション上がるような自宅なんですけども、本日出演していただくですねゲストの方、おそらく僕の YouTube で、はほぼほぼ出たことがない、見たことがない、方が、出演していただきます。ということで本日のゲストはこの方でございます。 What's up? えいーす。はい、どうもじゅんちゃんでございます。どうもどうもです。出ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。いや、やばいっすね。ありがとうございます。今日初めて来たんすけどレコードもやばいし、もういろんな男ならテンションの上がる、ね、ごちゃごちゃしてるけどねまあまあ、そんなじゅんちゃんなんですけども、まあ知り合ったのが、まあ、大体2年ぐらい前ですね。ぐらい前ね。ハセの PV がきっかけで、流れリミックスっていうですね、まあ、PV が YouTube でも上がってるんですけども、その撮影で、初めてお会いさせていただいて、まあ、そっから交流をさせていただいてるんですけども、やべ、なんか笑っちゃうねカメラも緩い感じ でじゃあですね、多分初めて、見られる方も中にはいらっしゃると思うんですけども、まあハセとか、まあ、中井さん CRD とかそのあたりとつながってっていう感じですよね。そうね、そこは10年以上の付き合いで、結構前ですね。そうね、昔 DJ やってた時に、はい、まあ、一緒のイベントアマチュアナイトって出てたメンバーでの大輝長谷川が PV 撮るっつって、じゃあもうみんなアマチュア OG 行くぜって、ね、PV 撮影した時に孫子がいたりなって、どんどんそうやって輪が広がって、笹圭介圭介圭介がいたりとかしてどんどん広がって仲良くなって、前面の前面は前面でもうどんどん輪が広がってきた感じで、まあターンテーブルとか、うん、レコードやらもうスケートやらすげえいろいろあるんですけど、もうずっとやられてたんですか、学生の頃から DJ とかは。そうだね、もう今はもう全然イベントちょろっとしか出たりしないけど、もう10年以上やってて、ボソボソとやってますね。 DJもやってスケートもやって、ダンスも DJ 始めるきっかけになって、なんかブレイクダンスかっこいいみたいな、モテそうみたいなやって、なんか学生の時にサークル入部してダンスの練習してたんだけど、そこでかかってる音楽がめちゃめちゃかっこいい、気が付いたらレコード掘りに行ってて、テクニックス12回払いで買っちゃってね。の結果がもうこの神様だよね。これでも知らん、興味ない人からしたらなんじゃこりゃっていう感じですよね。アパレルでまあ働かれていて、ね、23からだから7年ぐらい、洋服屋さんでいらっしゃいませんし、いらっしゃいませんまあまあ、なるほどですね、分かりました。じゃあですね、ちょっといろいろインタビューの方、インタビューというか、お話の方させていただきたいと思うんですけども、あれですか、その、まあ、今回マイベストキックスというコーナーなんですけども、まあいろいろスニーカーも、まあ、スニーカーというか、まあ、靴とかもいろいろ持たれてると思うんですけど、なんかこうスニーカー靴っていうところに対してなんかこうハマったきっかけであったりとかってあったりしますか。きっかけは小学校の5年生ぐらいの時に、当時仲良かった友達の兄貴が、はいはい、もう18歳とか20歳ぐらいで、はいはい、の入ってたオールスター、コンバースのオールスターがめちゃめちゃかっこよくて、その頃みんな運動靴とか、そうですね、小学生ランドセルみたいなだったんだけど、すっげえかっこよく感じて、おねだりして買ってもらって、ランドセルもその時やめてリュック
そのリュックで。リュックですか？え、その学校的に OK は？何にも OK じゃない。もちろんダメですけど、アウトドア、アウトドアプロダクツ、はい、のリュックにオールスター履いて、楽団で、下短パン嫌だったから、はい、あの当時流行ってた、今も流行ってるんだけど、アディアスのジャージ、履いて、小学校行って、まあめちゃくちゃなんですけど、アディアスに。コンバス履いてコンバス履いて今考えたら ね変な小学生なんですけどが初めてあ靴かっこいいってなったきっかけかな。小学校ってだいぶ早いですよね。うん、そん時まあモテたいんだろうね。なあね。モテたいからかっこつけたくて、うん、多分みんなと違うの欲しくなったりしたかったからしてたのがきっかけかな。短い友達のお兄ちゃんとかいたら ね見るあれもあるんですからね。影響はすげえ受けてた。コンバースから、うん、2回ハマったのはコンバースからね。そうだね、初めてコンバース入ってで、どんどん中学校入っていろんな影響いっぱい受けるんだけど、次にアディダスのスーパースター、はいはい、なぜかそう、なぜかわかんないんだけどかっこいいってなって、うん、買ってもらって入って、でずっとアディダスそれ中1から気に入って、中2の途中までずっと2年間ぐらい入ってたんだけど、もう結構ボロボロになったタイミングで、うん、今結構再販してるナイキのエアプレスの、はいはいはい、が当時新発売みたいなオリジナルで出てた時期で、もう何としても欲しいっつって、うん、でお年玉とかの積み重ねで中3でエアプレスと入ったのが初めてナイキ入ったきっかけで、プレストが一発目なんですね、ナイキの。そう、みんなフォースワンとかだけど。そうですね、フォースワン全然入ったことなくて、中学の時めちゃくちゃ流行りませんでしょ、フォースワンとか。履いてる子多かったねえ、うん、そっちには行かず、の時アディダス入って、みんなフォースワン入ってたから、うん、スーパースターみたいなひねくれまくってだからあのビビとかタッチャンの消しゴムの話とかは、はい、あんまりよくわかんないそこを通ってない。そう、消しゴムはもうシャーペンミスった時に使うみたいな勉強で使うもんやろ。そうそうそうなるほど。あんまり人と被んのとかが、その時はね、なんか違うのがかっこいいみたいな、うん、頭だったから。で初めて入ったのがプレスの、その同じ時期にナイキのエアクキニっていう、これ網網のゴムがついてる、はいはいはい、スニーカーがコカ・コーラの応募で当たるみたいなっつって、コーラの応募で、でそのコーラカラーがブレッドカラーで、黒に赤の網網がついてて、ほうほうほう、めちゃめちゃかっこいいってなって応募したかったけど、そんなにコーラも少ないお小遣いね買えないですよねまずコーラを買うお金もいるわけだし、そうそう、応募ってできなくて、今見てもあの時なってなる気に思い出すっすか、うん、まあ、プレスト再販のせいで苦い思い出蘇ってくる、蘇ってくる、ね、高校入ってなんか当時の雑誌でストリートジャック、今もあるけどちょっと内容違ったり、うん、ゲットオンとか、うん、グーグルトランスとなんだっけな、ブーン、ありますよね、東京ドライブがちょっと載ってたりとか、はい、なんかもうおしゃれわかんないから買うんだけど、絶対買うルールがあって、うん、普段は立ち読みなんだけど、はいはい、久保塚洋介が表紙になった時は、うん、はい、もう当時 IWGP とか、はいはい、GO 映画の GO で久保塚かっこいいって影響受けまくってたから、なるほどね、時期的に、うん、思春期一番影響受けた人でが表紙になってたら立ち読みじゃなくてちゃんと買うみたいな、でここ入ってから DC とかなんかスケートシューズ、はいはい、うん、なんかスケートモノもその当時流行ってて、シュークリームとかの洋服とかもその時流行ってて、なんかみんな友達の兄貴とかそれこそ着てて、うん、かっこいいって、で足元 DC とかナイジャっていうつけられるんだけど、ナイジャのシグネチャー入ってたりとかして、めちゃめちゃかっこいいなってなって、スケートシューズ履いたりスケートしたりって、その時ぐらいからスケートやりだした。そうね、高校ぐらいから、うん、
で、スニーカーもスケジュールに、そうだね、洋服もなんかそういうのがかっこいいってなって、あんまり私服着る機会なかったんだけど、まあ、制服っすもんね、この学校行く時は学ランきてってなるんだけど、休みの日ちょっとダボっとしたパーカーに、ちょっとダボっとしたジーパンにボテッとしたスケジュール履いてみたいなのが流行ってたと、そう、久保塚の真似してみたいな、髪の毛もちょっとこうやってみたいな、あ、マジですか、みたいな、おしゃれおしゃれっつって勉強してたり、一番アンテナ張ってたかもしれない。ルーツはもう中学高校ぐらいからもうファッションに対してはもう敏感になってきたっていう、そうだね、高校でまあ、スケートもの、そうだね、スケートもののきっかけになって、で大学行って、でタイミングでそれこそハセとかタケオ君とか、あ、ブレイクダンスがあって DJ 始めて知り合ってってなって、その頃ヒップホップ、まあ、DJ とかね、ラッパーとかね、もう分かりやすい格好してね、エビスジーンズにロースフェイス着てはい、はい、ティーバーのブーツ履いてもう明らかな、もう明らかな格好でみんなニューエラかぶったり、ツイストパーマあったりみたいな、そう、そういうグループみたいな、なんか一目で分かるあいつらみたいな、その頃はちょっとそういう、二十歳まではそういう洋服着てて、二十歳ぐらいの時にエビスとかティンバーとかじゃなくて、リッキーズ、はいはい、古着屋だったかな、で最初サイズも全然合ってないリッキーズ中古で買って、スケートハイ、バンズのスケートハイとリッキーズっていう、もうベタすぎる組み合わせに衝撃食らっちゃって、あ、これもう超かっこいいってなって、からもう足元はもうバンズなことが多いし、パンツはリッキーズなことが多い。小学校はコンバース、中学校はアディダス、ナイキ、で高校ぐらいからもうスケートの DC とか行ってのティーバー噛んでからのバンズ、バンズ結構いろいろ、仕事始めて洋服関係のお店で、洋服関係のお店って洋服屋さんで働いて、まあそこでいい靴も履いたりするから1000万円ぐらいする1000万円革靴とか、はいはいはい、もう仕事で時履いたりとか買ったりとか、なんか背伸びしたくて、22、23だったし大人なんだけど、ガキだし、大人になりたくてロレックスつけたいとか、はい、いい靴履きたいとか高級車乗りたいみたいな時期だったから、精一杯背伸びをして、もうその背伸びに最近疲れちゃって、おおおお、もういい年だし、もうそういう背伸びしなくてもおじいじゃないけどもう30歳にこの前結構前になって、もう無理するのは良くない、ちょうどいいやつをちょうどよく自分に合ったものというか、そうなやつをチョイスするようになったっていうのが、まあ、こうなりゆきというか、一通りいろんなのを見てきて、今にたどり着いたっていう感じですよね。そうだね。じゃあそのまあスニーカーっていうところなんですけども、なんかこう買うとき、多分人それぞれその基準があったりとかこだわりってあると思うんですけど、なんかこうスニーカーを買うとき、靴を買うときってなんか基準あったりしますか？最近はまあもうバンズばっかり買ってんだけど。それなるのもあのナイキとかもう全然履かなくなったの、もう理由あって、なんかナイキのエアマックスとか、かっこよくても箱開けた瞬間最初が一番かっこよくて、ああそうっすね、履くとシワはいくし、ほっとくと黄ばんじゃうし、で最終加水分解しちゃったりとか、汚れが、ああ汚れちゃったっつって、まあそれ結構大変、そうですね、ちょっと保管してジップロックしてとか、ジップロックしてとか、でも元も結構高いお金払って、 そうですね、それが楽しいしそれがいいってみんなやってるんだけど、まあなんか最初まあ一応変わんないんだけど、どんどんボロくなってもかっこいいっていう、バンズとかコンバースって、はいはい、まあ俗に言うローテックスニーカーって
なんかボロくなればなるほど自分のものになるというか、味が出てくるというか、そうそうそう、なんか濃いジーパンのもしリジットのジーパンもかっこいいけど、履き込んだ自分だけの色落ちがかっこいいと同じで、そういう感覚でなんかローテク、クラシック、はい、バンズ、自分に合ったのそういう風に選ぶよ。40代50代になって渋いおっさんになってるのか、そうだね、もうシワすらかっこいいっていうのがかっこいいんだなって、うん、自分の中で思ってそういうの選ぶようになってるかな。そのスニーカーを基準にして、うん、その上のコーデを合わせたりっていう方もいらっしゃれば、うん、全体に合わせてっていう方もいると思うんですけど、ちょっとどっちですか？なんだろうな、靴な気分で選ぶときもあるけど、大体はいつも休みの日出かけるってなると今履いてるディッキーズ履いてロンティー着てキャップかぶって、もう大体同じようなスタイルで、まあ、字があるのかないのかそんぐらいしか変わんないから、靴はどれ履いてもバンズにディッキーズだから最強、まあそうですね、自分の中最強で、今日履いてるハーフのソックス、なんかこれとこれだ気分とか、あーはいはいはい、ハーフとオールドスクールの気分とか、ウィムジーとスリッポンの気分とか、白ソックスになんか別のニュースクールの気分とか、こっちが気分で選んで、靴下に合わせるっていう感じですか？そう、おーこれまたちょっと新しいですね変態だねあーでもそのたまに YouTube のコメントとかにも来るんですけど、ソックスって結構ねみんなこだわりたいけど何を選んだらいいかわからんとかっていうところもあるみたいなんで、ソックスに合わせるってやばいですね。ノリだけどね、なんか変なのが好きで、うん、ウィムジーもなんかちょっと変わったデザインのそれの色、黒にグリーンとか、グレーにピンクとか結構いっぱい持ってて、今日どれ履きたいかなみたいな、靴と揃えて、靴と揃えて悩む。あーなるほどね、どっちかじゃないんだよね。なんかパンツはこれ履きたいから上着るじゃなくて、こうなんか、うん、難しいね言うのノリなんだけどね。靴下はちょっとびっくりしたっすね、はい、新しいですね。靴かっこよくてもね、ソックスダサかったらダサいからね。ちょっと見えてるっすね、靴下は、ね、やばいっすね靴下かちょっと考えてなかったんでちょっとびっくりしたっすけど、ね、ちょっとなんか僕も靴下なんかおすすめとかありますか？おすすめ、ここの靴下いい、ソックスいいよとか、どこが、僕が結構好きで履いてるのはハフとウィムジーが多いかな。スプリーム のヘインズのやつで買って黒と白両方持ってるんだけど、あれ脱いだら結構ベャーってクズが飛ぶからあんまり、はい、まあ、履くけど、無地もいいけど、こういうちょっとなんかあるやつがチラッと見えた時に、おまあ前編ということで、まあいろいろお話をさせていただいたんですけど、動画説明欄の方にですね、じゅんちゃんのウェアとインスタグラムですか、のリンクを貼っておりますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。ということで前編ありがとうございました。結構話しましたねまあまあ、来週はいよいよ後編ということで、まあ、マイベストキックスこだわりが強そうだと思うのでちょっと僕もまだ聞けてないので、ちょっと楽しみにしてるんですけども、ご覧いただいてる皆様も、ぜひ来週の動画をお楽しみいただければなと思います。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。アイシェフセッかけた一大ゲーム、一体誰がこのレフトセフシェフかレタレールには乗らない My life keep my best Nobody can so 見限りある時間なら暇はない、無駄にはできない、今瞬く間に過ぎてく日々戦うチャンスは